これを出すのは予定外だった。だけどな、お前に現実見せてやりたくてな。生意気な。やったな。あの光やつはチートじゃないのか。やめてよ人聞きの悪い。じゃあ何なんだ、どういうシステムなんだ。騒ぐなみっともない。あれは覚醒っていうシステムだな。覚醒聞いたことないけど。一応ノーマルのシステムでサポートされてるらしい。昔も使ってたプレイヤーはいたらしいが、俺も目の前で見るのは初めてだな。いいもん見れたわ。なんでそれこっちも使えるようにしてないんだよ。使用条件がわからないからな。システムでサポートされてるんじゃないの。誰もが使えるようにはサポートされてないんだよ。覚醒したから使える、そういうものらしい。なんだそれ、インチキだろそんなの。アホか。 EG 使って圧倒的有利な試合にしておいて、
負けたらインチキとかアホか。そんなんだから負けるんだよアホ。3回もアホって言われてやんの。ちくしょう、俺はこんなところで負ける男じゃないのに。今年はファイターに恵まれなかったな。でも PG 動かせるなんて、アセンブルシステムの改造はすごかったです。特艦作業だったから PG のスペック生かしきれてなかったけどな。上の大会じゃもっとすげえの出てくるだろうよ。そっか、優勝したから次があるんだ。それでは綾戸商店街ガンプラチームのタウンカップ優勝を祝して乾杯。乾杯。みやこさん、お店貸してくれてありがとう。いいのよ、うちは1日くらい休んでも問題ないから。商店街で唯一の繁盛店だからね。うちの店もみやこんところに商品を下ろせてなかったらたっけに潰れてる。みやちゃん、うちの商品も扱ってくれないかな。ガンプラって食べられるの？衣をつけてカラッと揚げてみる。しかしすげえな、優勝なんて立派なもんだよ。まだ一番小さな大会だし、これからだよ。ミサ、チームメイトにちゃんとみんなを紹介しなさい。そうだった、ほったらかしでごめんね。肉屋の町尾王子さんと居酒屋の宮子さんだよ。で、こっちが我が商店街チームの期待のルーキー。今日も大活躍だったんだよ。おう、よろしくな。よろしくね。前は他にもお店あったんだけどね。でも私たちが頑張ればまた昔みたいに賑やかな商店街になるよ。そうなるといいわね。期待してるぜお前たち。邪魔するよ。あら、ごめんなさい、今日は貸し切りで。あれ、門松さんだっけ、どうしたの。おかみさん、俺その嬢ちゃんの知り合いなんだよ。あらあら、それならどうぞ。実はな、嬢ちゃんたちのチームに入れてもらおうと思ってな。え、なんで。自分のチームは。お前らに負けて今シーズンはもうやることないんだよ。あー、ごめん、失業させちゃって。別に会社はクビになってねえよ。この商店街チームはこの地元代表なわけだから、同じ地元同士、我がハイムロボティクスも力添えをってわけだ。スポンサーになってくれるということかい。資金面じゃなくて、このチームはエンジニアいないでしょ。俺がチームエンジニアを引き受けますよ。うちにはエンジニアを雇う余裕は。そこはうちの社長にも話し通してありますから、ちょっと仕事に協力してもらうってことで。それにね、個人的にオタクのエースファイターに興味がある。え、私に個人的に。でも門松さんじゃちょっと年の差ありすぎかな。え、このチーム嬢ちゃんがエースなの。ええ、またチームメイトとプラモ作りができるなんて嬉しいな。結構強いし、設備や資金に文句も言わないし。あれ、600番のペーパーどこ行った？おい、いるか。ああ、約束通り今日からチームエンジニアとしてお前らをサポートする。よろしくな。早速だが、チームのアセンブルシステムに手を入れてみた。機体をセットアップするときに確認しといてくれ。エース了解。まだ言ってんのかよ。じゃあ早速新しいシステムを試しに行くで、エース。ヤンスみたいに言うな。